お隣韓国さんが宇宙先進国でもできなかった研究をする組織を作るとか言って息巻いているようです。記事と韓国、日本の反応を見てみましょう。我々の最大の問題は追撃型研究の限界だ。この方式からだし、宇宙先進国でもできなかった研究をする組織を作る。韓国の宇宙開発の焦点は衛星と発射ロケットに当てられている。国産技術で作った人工衛星搭載ロケットヌリ号が今年10月に第一次試験発射を控え、来年8月には月の軌道船の打ち上げが予定されている。政府の目標は2030年韓国のロケットを利用した月面着陸だ。韓国航空宇宙研究院はこの目標を実行する中枢的な政府拠出研究機関だ。米国、ロシア、中国など宇宙先進国は軌道侵入や着陸を超えてすでに有人宇宙探査プロジェクトを推進中だ。韓国の技術はまだまだ先が長い。政府も宇宙ロケットの開発と運用技術が米国の 60% 水準で18年の技術格差があることを承知している。体系的な宇宙開発政策の樹立と研究の重要性が高まる中、今年3月に就任した韓国航空宇宙研究院コウケンのイサンリュル院長は追撃型の研究から脱皮しなければならないと強調した。委員長は6日オンラインで行われた就任懇談会で先進国との技術格差を認め、最大の問題である追撃型研究から脱し、先進国ではまだやっていない研究、または先進国も飛び込んだがまだ成果を達成できていない研究のための組織を作る計画と明らかにした。委員長が率いる航空圏は現在競争力強化に向けた組織改変作業に取り組んでいる。まず内部革新が必要だと判断した委員長は、ヌリホなど大型事業の成功に向けた支援、研究開発中長期計画の樹立、研究環境、人事評価など内部制度の改善など3つのタスクフォース TF を構成している。委員長が強調する脱追撃型研究は研究開発中長期計画 TF が主要役割を担うものとみられる。技術格差を縮めるため未来革新研究センターが小組織を構成して2050年以後を対象とする研究を推進する計画とし、宇宙太陽光、宇宙エレベーターなどはまだ先進国も実行力が不足して私たちが研究する候補群になるかもしれないと述べた。委員長の任期は3年だ。航空圏の年間予算は約5000億ウォンで、このうち大半が国策課題に投入される。先進国水準の宇宙競争力を確保するには人材と予算のいずれも足りないのが現実だ。容易な状況ではないが、種をまいて基盤を固めることに集中するとし、未来に備えるシステムを定着させて維持できるようにすれば20、30年後には先進国を超える結果を作れるだろうと明らかにした。それでは韓国さんの反応です。韓国も航空宇宙技術の発展に力を入れ、一日も早く航空宇宙技術大国に仲間入りすることを願います。2030年に我々の宇宙ロケットにより月面着陸できたらいいですね。何でも始めが大切であり、やるという意志があれば結局そうなります。100年以上の超大国だった宇宙大国とまだ比較するほどではありませんが、10年、15年後には韓国も宇宙大国の夢を叶えると信じています。本当に韓国が先進国についていけるのか、ますます懐疑的。月着陸の時は月ほど距離が離れていたのに、米国は火星でヘリを飛ばしているから今や火星ほど遠くなった感じがする。月面着陸の時も今も私たちは依然として地べたに止まっている。ヒューボー、月や火星に探査船の代用として投入すると一気に新しい歴史が開かれる。方法を見つけたようだな。技術の格差をまずは飛び越えるべきだ。他の分野は追撃型の研究をしたら遅れるかもしれないけど、宇宙開発なら追撃型の研究でも頑張ってね。ロシアの宇宙航空技術を少しずつ学べば良さそうだ。
韓国もできる。月着陸有人宇宙船望まないから、自力ロケット発射の軍事 GPS 衛星が2つだけでもあればいい。予算がありません。中国はロケット開発が早いが、我々はゆっくりで。いや、ナロ号のスクラップ売り込むレベル見ると、すでに答えが出たようだ。それでは、日本の反応です。またまた夢物語ですね。宇宙エレベーター、そして、人工衛星を打ち上げるロケットもないのに宇宙強国になるとは、ちゃんちゃらおかしいわ。いつも、こんな無双基地でホルホルできるから、政府に毎日のごとく騙されてるんだよな。先進国もできない研究専門組織を作る。まさか宇宙キムチの開発か？イサンリュル院長、ロケット打ち上げが成功しまいが失敗しまいが、どっちでもいいにだ。私の3年間の任期中に、金がいくら懐に入ってくるか、それだけが問題にだ。なんでこいつら、いつも、第一段階の成功とかな状況で、その後の計画を次々立てるんだろ。まずそこが成功しまいと、次もねえのにな。今まで、どれだけ計画を延期、中止してるかわかってるだろ。学習しないにも程があるわ。国の緊急時にワクチン開発にすら投資できずに、途上国用の配布ワクチンを横取りする国が宇宙開発なんてできるわけねえだろ。ロシアから譲り受けたロケットを組み立てて打ち上げても失敗するのに、お前ら韓国人が思っているほど、韓国に技術なんてねえぞ。韓国人はすごいな。思い浮かんだことが実現するドラえもんのアイテム持ってるんだな。韓国のロケットなんて韓国政府くらいしか使わないと思う。韓国の民間だって衛星を失いたくないなら他国に打ち上げを頼む。要するに研究成果が出なくてもポッケ内内が続けられる組織ってことだな。ということでまた変な妄想をして喜んでいるようですね。まあ組織を作るだけなら誰でもできるでしょうが、結果を出すことは、まず不可能な気がします。そもそもの話、米国の規制によって、韓国さんが宇宙先進国になることは、まずありませんし、韓国さんが、ゼロから技術を生み出さない限り、その夢を叶えることは不可能でしょうね。そもそも、20年や30年で、先進国を超えるとか言っていますが、まさか先進国が、これ以上、新しい技術を開発しない前提で言っているわけではないですよね。まあ、宇宙先進国の今の技術に、韓国さんが20から30年後に追い越すことは可能かもしれませんが、当然20年後30年後には、韓国さんとは、もっともっと差が広がっているんじゃないでしょうか。韓国さんの反応を見ても、あまり期待していない人が多いような感じですが、それでも記事を真に受けて期待しちゃってる人もいるようですね。韓国さん、ネロナムベルだけじゃなく身の程をわきまえるって言葉も覚えた方がいいんじゃないですか。ということでご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。